リッパー赤いかな。最近なんかメイクが定まらないんですよね。なんか薄いのが可愛いって言われるからさ、薄くしたりさ、したりしたりしたり、いろんなやつしてるけど。今日はこんな感じ。今日は薄いですね。今日まつげ頑張りました。なんか本当にメイクが定まらないから、くしゃみ出る。という感じで、本当にメイク定まらない。どんどん痒くない。本当にレジー。 Maybe I love you to 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 you。会いたくて会いたくて震える。ステージでは声やめね。普段はスマイルいいんじゃない。確かに普段はこんぐらいにして、これから将来、将来じゃない、普段じゃなくて、将来じゃなくて、あのステージではちょっと濃いめに作る。でもなんか濃いが分かんないんですよね。濃いも分からなくなった。どれが濃いの基準かが分からなくなっちゃった。なんか今まではこのアイラインがあって、その上二重線の時ところにもう一個線を描いてたんですよ。でなんかそれしたら結構目がでかく見えるんですけど、それやめたらなんか分かんなくなっちゃって、最近メイク分かんない。だからなんかもうこういうメイクとかは5秒で終わる。30秒ぐらいマジでというレベルで終わってしまう。ひーちゃんに相談してみたら、確かにそうだった。ひーちゃんがいる。ひーちゃんに相談しよう。 Baby I love you。 今テレパ買い、本当に、うん、これちょっと色濃いから変えようかなって思ってる。濃いっていうかさ、赤い、もうちょっと薄めのなんかピンク系のリップが欲しくて、今探し回ってるんですよ、ネットとかいろんなので。てかみー思ったんだよね、最近クルリンパやりたいなって。で昨日夜なんか寝れなくてチャレンジしてみたんですよ、けど無理だった。クルリンパできません。あれ、西さん、しんべえさん、ありがとう。かなえちゃんの家に串忘れた。え、わかんない、忘れてるかも。しんべえさん、ありがとう。なんか串さ、なんかいつもさ急になくなってさ、急に買い足すから、買い足すっていうか急に買ってもらうから、なんかどれがどれかわかんない。串受け取って、串などれだろう。串なんて忘れたっけ。串あるんですよね、今ここに。京太郎さん、ありがとう。エミさん、ありがとう。いろいろありすぎて、いろいろあるから、串なんてものは200個ぐらいあります。人ヘアピンはよくなくなる。え、それな、ヘアピンもね、よくなくなるよね。わかる。キサキウェーブも大人っぽくなる予感します。え、でもなんかこの長さだとね、結構ね巻きが入んない気がするから、ひーちゃんに聞いてみます。髪の毛専門店の、最近前髪も定まらない、何もかも定まらない、分かんなくなってきてる全てが。いっそのことさ、もうりゅうちゃんがさ前髪なかったじゃん、だからそれを受け継いで前髪なしにしようかなって思ったりしたりしている。クラシーさん、テンさん、ありがとう。てか最近なんか丸いんですけど、画面なんでですかね。画面が丸いくてなんか困る。丸ちゃんかな、丸子かなみたいな。
今日は珍しくヒータンが6位から配信してた。え、朝の？めっちゃ珍しい、それは。丸くない、丸いの。なんかこうやって見たら丸くないかもだけども、こうやって近くで見たらなんか丸いなみたいな思いますね。最近画面が丸い、画面じゃない、顔面なんか丸くない、前髪やばいし、どの辺り、みんな時間がちょっとわかんない、前髪ないと変ではないが険しくなる、顔がモンってなっちゃう。シティのちびまる子ちゃんとか言われてるんですけど、いじめないでください。ダラ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 ダンポンポンダダダラダラダラ、会いたくて会いたくて震える君を思うほど遠く感じて、もう一度、こんにちは、あの日のように好きだよって、石の子のブーム生きてんの、石の子の元から好きです。私はツイッターフォローしてるくらい好き。でもなんか世代ではないから、えってなるよね。なんか結構前、最近だけど、前に TikTok で取説が入ったんですよ。もしもーみたいな、なんか部分の TikTok のダンスのところが流行って、そう、そっからなんかもともと好きで、そっからなんかまた、あ、流行ってんだって感じで、また好きになったみたいな感じだったりしますね。あなたはママポン世代。そうなの？ママ寝てます。マスターさんありがとう。確かにキャンペーンのこと書こう。キャンペーン応援、あ、消えちゃった。マジで顔面丸いんですけど、なんかフォルムが丸いのかな、体も丸い。ねえ、なんで消えるの？あ、いけた。ありがとう、だるま。なんか、遠く見たり、なんか離れて見たら結構、まだマシなんですよ。けど、なんかこうやって近く見たら、あ、丸みたいな。ああ、やめれるって感じで。今日はね、あるところに行ってきますよ、私。どこでしょう。友達とね、今日はね行ってくる。体こそ、え、丸いんです。なんか最近思うんだよね、なんか前スクラブを使ったんですよ。スクラブっていうなんか体がもちもちになるやつを使ったから、なんかそっから丸くなっちゃってきて、丸くは見ない、丸いんですよ。なんか鏡で見たらもう殴りたくなる自分の顔面、本当に。でこんな丸いんってなって、おっってなっちゃう。雪星違う。え、かき氷食べた。ちょっとこの髪の毛邪魔。そう、ここをさ、めくるりんぱしたいんだよね。会いたくて、たたたたたた。あと宇多田ヒカルみたいなのも好きです。全然悪くない、かわいい、ありがとう。
それじゃあちょっと今からね、車配信になると思うんですけど、いいですか？さあ、最後のキスはただこのフェイバーだし、切ない香り、明日の今頃には、私はどこにいるのだちょっと待ってね。見てよ、やばくね、時間13分。ちょっと待ってね。ラムくんです。餃子の皮みたい。半魚の内目じやってない。やりとん、一昨年ぐらいにやってた。はい、ちょっと重たいなっていう感想ですね。切ない香り、明日の今頃には私はどこにいるんだろう、誰を思ってるんだろう。今
目薬をしてあげないといけないんです、毎日。いや、惜しい。なんか目がね、怪我してて、この子は。だからこの輪っかをつけてるんですけど、無理だ、無理だ。よし、さよなら。よし、じゃあちょっと行きますね。ちょっと待っててね、車で。